んです。はい、豊かな食文化が形作られている秩父、そこにあるチーズ工房へ取材に行ってきました。はい。2年に一度チーズの日本一を決めるジャパンチーズアワードが先月開催されました。製法や熟成期間など21のカテゴリーに分けて、形と外観、生地と組織、匂いと味、この3つをポイントに審査が行われました。そこで今回注目したのは3つの部門で賞を獲得した秩父山並チーズ工房です。秩父の自然豊かな土地で採れたものを使ってチーズ作りをしています。このチーズ作りにおいて欠かせない牛乳は、はい、工房から数キロ離れた吉田牧場で採れたものを使っています。そして牛が勢いよく食べているこちらの餌、はい、実は食品廃棄を減らすため環境に優しい工夫がされているんです。エコロジーの餌ということでエコフィードなんて呼ばれています。草以外にもですね、パイナップルのカスとか豆腐カスとか、もともとが人間が食べるものだったので、とっても安全というか。日本では毎年多くの食品廃棄が出ています。こちらの牧場ではその中でも食品工場などの製造工程でまだ食べられるにもかかわらず廃棄となってしまったものを牛の餌に混ぜているんです。なるほどですね、はい、こう一つ一つね、まあ、もったいない精神じゃないですけれども、はい、無駄をなくしていくことって非常に大事ですもんね、うん、そうですね、うん、さて、気象情報ですけれども、はい、今日